せろや。行くわよ。私の番だね。ヒュヒュッハッセイヤ。僕の番だな。の太刀もなかなかだ。狩りの時間だな。少しは楽しめそうだな。行くぞ。任せるがよ。攻撃。任せてくれ。行くぞ。天候陣王竜。俺の番だ。俺の番だな。はっ、今だ。ええ、はっ、今よ。任せるがよ。うん、攻撃。行くぞ。せっ、任せてくれ。ふっ、崩れたぞ。さらちょ、任せなさい。さあ、任せるがよ。うん、良き戦いであった。
まだまだ続くみたいだね。狩りの時間だな。畳みかけるぞ。今よ、輝くガイス。私の番だな。今だ。行くぞ。俺の番だ。私の番だな。果てよ。後期。終わりだ。おのれ。任せなさい。俺の番だな。の太刀もなかなかだ。まだいけるか。
上等じゃない。ヘイ！俺の番だな。今だ。私の番だな。今だ。行くぞ。行くぞ。天候人王竜。任せてくれ。私の番ね。チャンス。行くぞ。崩れた。さすが文校長、勉強になります。そなたの太刀もなかなかだ。やったわね。まだまだこれからだ。羅刹の剣、とくと見よ。尻と風、使用剣を。はい。出るな。任せなさい。今よ。行くぞ。
任せるがよい。今だ。俺の番だな。行くぞ天候陣王竜。俺の番だな。今だ。任せなさい。今よ。行くぞ。崩れたぞ。もらった。止め。無念。私の番だな。ゴキ。やり。俺の番だな。今だ。任せるがよい、うん、今だ。おのれ。さ、任せるがよい。ちりとかせ。行くぞ。今だ。任せてくれ。今だ。任せなさい。はい。さあ、とっとと先に。狩りの時間だな。上等じゃない。行くぞ。チャンス。任せるがよい。ちりと。行くぞ。
行くぞ。私の番ね。はい、今よ。私の番だな。へい、俺の番だな。あ、崩れた。行くぞ。今だ。さあ。へい、今よ。任せるがよ。今だ。行くぞ。崩れた。お願い。俺の番だ。ここだ。任せるがよ。うん、戦いであった。やったね。我が名はオーレリア・ルグイン。元貴族連合軍総司令にして政府との取引に応じ、そなたらの祖国を滅ぼした張本人である。そなたらの開墾と残機、そして憎悪の全てを引き受けよう。黄金の羅刹が印、刈り取れるものならば取ってみよう。言われるまでもない。文校長。邪魔をするなら貴様らもだ。ローザンブリアの名のもとに揃って落ちるがいい。強敵ね。上等じゃない。霧と風、行くぞ。俺の番だな。
いや、任せてくれ。ここだ。はい。今だ。変えさせてもらう。うん。私の番ね。はい。無念。行くぞ。はっ。行くぞ。今だ。もらったの。無念。見切った。任せるがよい。今だ。任せなさい。はい。チャンス。はい。行くぞ。天候陣王竜。行くぞ。私の番だな。おのれ。任せなさい。さあ、今よ。俺の番だな。無念。負けられない。みんなのためにも。これが黄金の羅刹。紫電に灰色の騎士どもか。よし。なんとか制圧したか。殺せ。何を。ここは戦場。お前たちは勝ったのだ。ここまでした我らに情けなどいるまい。吐き違えるな、名もなき両兵たちよ。ここはそなたらの死に場所ではない。私はそなたらの誇りに免じて仇としての義理を果たしたまで。そして勝負がついた以上、無意の血を流す趣味はない。文校長。故郷のみならず死に場所まで奪われるのか。それならば。待ったれてんじゃないわよ。あんたたちは、私たちは誇りのために命を懸けてたんじゃないでしょ。故郷の貧しさを、誰かの空腹をほんの少しの間紛らわせるために、子供たちを少しでも笑顔にできる、そんな二足三文のミラのために、血と荘園にまみれたとしてもその生き方を選んだんでしょうが。だったら最後までその欺瞞を貫いてみせなさいよ。そうじゃなかったら大佐が、パパがあまりにも浮かばれないじゃない。
殴り合わせか。サラ、バレスタイン大佐の娘よ。お前が来たことを女神に感謝しよう。君たちにはつくづくみっともないところを見せるわね。今さらだろう。故郷を思う彼らの気持ち、わからなくもないが。それでも無駄死になんてやっぱり悲しいもんね。ああ、教官。君たちもありがとう。将軍閣下も感謝します。彼らに全力で応えてくれて。礼など必要あるまい。私は私の義務を果たしただけだ。時が惜しい。先に進むぞ。ええ。気に入られてるだけあるね。あーと、あいつの名前を出すんじゃねえっての。報告で起きているのはお前たちの仕掛けだな。帝国での決着を邪魔されたくはないからね。期待以上じゃねえか、国旋風。羅刹とやり合う前にもう少し楽しませてもらおうか。火炎魔人か。総員、俺から離れろ。一発で沈まないでくれよ。ゴー。肝だが生徒たちもやるね。しごいた甲斐があったか。ああ、もうちょっと楽しめると思ったのにさ。あとは本命にお任せかな。
国旋風、勝負はお預けだ。黄金の羅刹ともども、またの機会を楽しみにしてるぜ。列車砲、4機とも制圧完了。お疲れ様でした。ですが、海上要塞が。分かっている。これより全軍ジュノーに戻る。第一、第二のみ峡谷一帯を確保してくれ。はっ。頼むぞ、シュバルツァーにガイウス、新旧7組の面々、そしてオーレリア閣下も。宝箱か。Thank you.
これは薄もやが出始めたか。血者の使徒第70、鋼の聖女アリアンロード。やはり似ている。2年前のローエングリン城での後ろ姿に。奇声の協力者たちが挑んでくると思っていましたが、意外な代役となったものですね。大人げないとは思ったが、一応かつての居城なのでな。これ幸いに出張らせてもらった。オーレリア・ルグイン、見知りを記念がおうか。結社第七使徒、鋼の聖女殿。極めその名、耳にしています。なるほど、実物は噂以上ですか。こちらこそ、伝説が伝え聞きし以上であること、嬉しく思う。だがその兜はいただけぬな。もはや倒壊は必要あるまい。その面を取ってもらおうか。厄介ね。ま、今さらだけど。なかなかの気当たりだ。だが邪魔をするな。私が彼女と話をしているのだ。なるほどな。羅刹の異名、伊達じゃないわね。マスターの素顔は強者のみが拝見できる栄誉。あなたがどれほどの強さだろうが、証を立てなければ。まあ構わないでしょう。槍の聖女、リアンヌ・サンドロット。
伝わりし逸話と寸分の違いもなさそうだな。残されし数多の絵画よりもなお霊楼か。ランスの方は一層期待できそうだな。ええ、そのシンクの宝剣くらいには。デュバリー、アイネス、エンネア、全力を出すことを許します。イエス、マスター。勝負に立ち会えたね。さあ、互いに死力を尽くすとしましょう。やらせん。変えさせてもらう。逃がさん。私の番だな。どうだ。ありがとう。サンクス。マイ。行くぞ。先行陣王竜。行くぞ。シンクゴイス。行くぞ。我が剣、受けてもらうぞ。はっ、とどめだ。はっ、奥義剣矢の武装。負けられません、マスター。あたしのやるな。いいわね。でもクラッカー、めっちゃやれな。返させてもらう。なるほど、ここまでやりますか。敵隊がお前、とくと見よ。魔眼の神髄。行くぞ。ライト。崩れたぞ。あの山に来た。我は豪気。返させてもらう。まだまだ未熟か。荒ぶる神の怒り。やめな。みんな我に続け。向かったわね。ドタマに決まったわよ。
行きますよ。やるのです。行きますわよ。おう、援護する。油断したか。まあ任せておけ。行くよ。いいだろう。覚悟を決めるがいい。まばゆく光よ、我が剣に力を。愛を乗せセイナー。そんな、行くよ。助かる。行きます。やるな。
帰らせてもらう。抜かったわね。油断したく。まあ任せておけ。行くよ。任せるがいい。よっ。助かる。僕の番だね。よっ。ありがとう。任せるがいい。はっ。助かる。ありがとう。任せるがよい。礼は任せるがいい。あとは任せた。母さん、行くよ。感謝する。助かる。私の番だな。行くぞ。天候。任せるがよい。任せた。さあ、ガンガン行くわよ。
きます。みんな任せてくれ。ありがとう。行きますよ。まだまだ。今だ。あたしの番ね。先に進むわよ。まだいけるか。よし、噛んだ。ね、まさかマスターが膝をつかれた。 ありえませんわ。部の司教、帝国史に残ってもおかしくないほどだね。正直驚きました。今のあなたはかつての私よりも強い。悔しいですが認めざるを得ませんね。聖女を超えたということか。存命時のあなたより弱いは重ねているからな。そして
私が届けるのはここまでということか。ええ、ここから先は大いなる位置に関わりし者の領域。何？その言葉は？あの無限回廊の果てで耳にした。肺の起動者ディーン・シュバルツァー、そして準起動者たちよ、覚悟はいいですね。望むところ、ここからが本番だ。ユーナに来るとアルテナ、アッシュにミューゼ、ユースにミリアム、ガイウス、サラ教官も、どうか力を貸してくれ。来い、灰の騎士バリマール。ピーター、お願い。ヘクトル、ケストレルを頼む。現在地ビーコンで補正します。キャリア展開だ。ドライ、ツバイ、アイス、ヌル。ヘクトル逃げた。ケストレルベルタ、リフトオン。おお、悪くない手際だ。ディーン君、みんなも。これが効いていた。内戦の時よりも鮮烈な。私も認めてもらえるなんて。アーちゃん、頑張ろうね。はい、教官たちの力になるためにも。伝えた通り、あの機体は空間を操る。何をしてくるかわからない。様子を見つつ連携すると。いいだろう。了解しました。What?
行くぞ。私の番ですね。青き翼よ、シュート。今です。続きます。任せろや。俺の番だな。せよーし。えい。私の番ですね。青き翼よ。チャンスです。続きます。行くぞ。行く。俺の番だな。チャンスだ。もらっちゃう。耐久力が低下。神器を使うがいい。下がってな。ここは私たちにお任せを。はい、青き翼よ。今です。続きます。いいぜ。崩れたぜ。もらっちゃう。行くぞ。
せなさい。何か来る。ビーン、警戒するがいい。これはオークスを通じて皆さんの力が集まっている。みんなの思い受け取らせてもらった。さあ反撃開始だ。私の番ですね、青き翼。今です。続きます。俺の番だな。
耐久力が低下。新規発動機を使うがいい。いいぜ。チャンスだ。もらっちゃう。チャージするわ。俺の番だな。耐久力が低下。新規もらったぜ。私の番ですね、青き翼よ。行くわよ。悪くねえな。よし、やった。まだまだこれ。各種ステータス。まだまだこれ。やったわね。さすがに認めざるを得んな。まあどちらに転んでも勝負は落着したならば、敗者の側としてせめて話をしてもらおうか。サザーランとクロスベルに続けて今回のラマールで3度目となる実験、その真の狙いとその先にあるものを。ええ、まさにそれが最大の疑問だったところね。確かに用済みになったはずの機体をパワーアップしてまで出してるし。減塩計画の奪還。本来使えるはずのない神器たちの奇跡の力。クロスベルでは作られし手法がその奇跡を可能にしたという。しかし手法はただの人となり、奇跡はもはや誰にも起こせない。ならば不完全とはいえ、三度にわたりそれを可能にしたものは何だ。ほう、ガエス。いきなり何を。トールズの七組、大した器が育っているようですね。ですがここまでとしておきましょう。みんな、よかった、無事だったか。これは霧？まるでレグラムみたいな。いでよ、アルグレオン。
マスター もしやそれは。同じ動きか。すべての試しの結果が出ました。深淵殿の意を汲むか、それとも汲み替えるか、その時は誓う。それぞれ答えを出しておくとよいでしょう。敵対撤収、いきますよ。行くぞ。疑問は後よ。晴れたぞ。今の映像は広域レーダーの反応は。アガットさん、怪我してませんか？そっちも無事だったみてえだな。はい、ガキじゃねえんだからそんな簡単に。いやー、ほんとラブラブだね。やはりそうか。これは王子殿下にご報告しないと。結局出番はなかったか。団長、この後どないします？ニーズヘッグの連中とどこかで飲むとするか。結局稼がせてやれなかったから、おごってやってもいいしな。ゼノ、レオ、先に行って伝えてくれ。了解だ。そちらはどうする？いや、遠慮しておこう。なんや、久しぶりやのに釣れないやんか。まあいっか、また今度な。なんだ、知り合いだったのかよ。さあな。しかしこう出番を奪われると体がなまって仕方がない。同じ身の上、そのうち手合わせ願いたいものだな。生身でもそれ以外でも。なあ、俺は構わんぜ。ベルにおける動力ネットとプレロマ層の関係、それに近い状況が帝国において大規模に再現されつつあるならば、鬼神という存在とあやつが残した研究は。
爵の罪状はほぼ確定。極刑は免れたとしても二度と復帰は叶いますまい。ならば早急に次期公爵を推挙する必要があるのです。四大名門を揃え貴族全体が生き残るためにも。どうしたのだ。分かっているのであろうな。わしは海員を継ぐ唯一の。こたびの件、そして度重なる公費の私的乱用、四大名門の現当主並びに当主代理として結論しました。バラット公、次期公爵候補から機構を正式に外させていただく。それではお入りください。失礼します。あの娘は？オーレリア将軍、来ているとは聞いていたが。なんだ、どこかで見たような。なあ、もしやその顔。現公爵クロワールド海援がメイン。ミルディーヌ・ユーゼリス・ド・海援と申します。お久しぶりですね、王子様。公使アルフレッドの忘れがたみか。まあ、現海援公の兄君で海難事故で亡くなられたという。ふざけるな。こんな茶番認められるものか。それでは方々、採決をお願いいたします。こちらの公女ミルディーヌ殿を次期海援公に推挙するか否かを。良きかな。異議なしだ。それではご挨拶の代わりに最後の議題を追加させていただきます。帝国政府からの圧力と彼らが帝都の月祭以降に進めようとしている計画、すなわちカルバード共和国への侵攻と国家総動員法への対策について。短かったがなかなか有意義な遠出だった。私は一足先に戻るが、袋の計画に問題はないな。は、一日延びましたが帝国通りに帰還できるかと。
私も戻って各種分析を始める。帰還までにサンプルの選別を進めておくがいい、弟子ヤンゴ。それでは閣下、くれぐれもご総見で、いずれまた。ああ、よもやま話はその時にでもするとしよう。それでは方々、さらばだ。
にしても各地での結社の実験とやらはここに来て極まった感があるな。そうね、聖女のあの言葉、そして最後に現れた白銀の影が。全ての試しの結果が出ました。深淵殿の意を汲むか、それとも汲み替えるか。その時は近い。両兵王の期待と仮面の期待に続く三体目。試しに組み替え、相当重要な意味がありそうだな。そもそもあの三人が似たような機体を使ってるっていうのも変。結社と黒の攻防、対立する組織に属してるわけだし。いずれにせよ今後も備えは必要ということだろう。旧7組としての約束、果たすべき時が近いのかもしれん。卒業前のあの約束か。俺たち旧7組が全員で集まるには確かにいいタイミングかもしれない。うんうん、こうしてガイウスも戻ったわけだし。ああ、まさに風の導きというものだろう。日時が決まったら私も参加させてもらうわ。私たちもジョルジュ君と集まらないとね。ああ、それが叶ったらリン君たちのところに乱入させてもらうとしよう。喜んで。眩しいね。お前さんもちょっと羨ましいんじゃないのか。まあな。だがこちらも似たような約束はしていてね。旧7組全員の集結ですか。なんかすごいことになってきたわね。ああ、聖女との対決といい、なかなか背中が見えないという。何を言ってるんだ。君たちも同じ7組だろ。今回の一件、君たちの力がなければ解決。次も何かあればぜひお前たちの力を貸してもらいたい。7組の同輩としてな。光栄です。ちょっと照れますけど。四大名門の当主代行がそこまでおっしゃってくれるとはな。喜んで力にならせてください。あーちゃん、次は一緒に戦えるといいね。考えておきます。仲間に教え子。つくづく恵まれた男だ。そんじゃあな、リン。今回もろくに話せなかったが、次の機会があったらよろしく頼むぜ。ええ、もちろん。こちらも頼りにさせてもらいます。アガットさんも今回はどうもありがとうございました。よせっての。そもそもこういう切った張ったをするために帝国に来たんだからな。お、どこかのお姫様を守るために来たんじゃないのかい。ダンディ教官。ランドルフ、てめえ。ほんとラブラブね。うらやましい個人だな。あんちゃん、本気で悔しがらないの。えい、帝国だ。いつまでも喋ってないでとっとと乗り込むがいい。
スレイプミル。観測機器の回収を完了しました。グロリアスにて補修、解析を開始するとのことですわ。ご苦労です。彼らからの伝言は？は、道化師殿は一度戻ると。戦記殿はノルティア方面へ、豪炎殿は適当に。そうです、我らも小休止としましょう。しばしの間交換に紛れ待機を、追って沙汰します。イエスマスター。やっぱりおかしいですわ。あの方に見出されて8年、こんなこと一度もなかったのに。父母の仇を取らんとする娘をなぶろうとするグレッサ、どうしがたい。せめて一対一となるよう間引かせてもらいましょう。そんな我らですら、あの影の存在を知らなかった。だが、それがどうしたというのだ。どんな事情があっても、マスターはマスターよ。私たちはただ、信じましょう。ええ。相変わらずじゃの、リアヌ。20年ぶりですか。ずいぶんと可愛らしい姿になりましたね、ロゼ。
眷属を分けたのでな。ま、片方は散ってしまったが。ロリーなのも悪くないじゃろ。ええ、元のあなたも素敵でしたが、その姿も愛らしくて良いかと。ドライキルスが見たら何と言ったか、ちょっと気になりますけど。は、あの牧年人のことじゃ、気の利いたことは言わんかったじゃろ。なんだろぜ、いつの間に縮んだんだ。くらいしか思いつかぬわ。いかにもいいそうですね。担当直入にと。ビータをどうするつもりじゃ。知性どもの黄昏と結社の原因、目的も背景も異なる二つの計画にいかにして白黒をつけんとする。深淵殿なら心配ないでしょう。協力者たちも傑物揃い、厄介な相手となりそうです。そして大いなる黄昏と減塩計画については250年前のあの日、それまでには答えが出るでしょう。バカ者が、惚れた男への義理か知らぬが、ビータといい人の気も知らずに。今はエマとセリーヌ、灰の小僧たちに託すしかないか。1年ぶりか。違っていたら煉獄行きは確実だろうね。やっぱりか、土の匂いしかしない。疲労ではなく、ましてや仮死状態でもない。骨格や関節までも再現した精巧なダミーというわけか。気づいちゃったんだね。ああ、あの時あいつの葬儀を手配してくれたのは君だった。青の鬼神を軍に引き渡した時も技術者として同行していた。そして大陸各地の工房巡りの最後にコネを利用して
共和国のベルヌ社とハミルトン博士を訪ねたそうだが、すでに博士は共和国から離れており、君の訪問記録がないことも分かっている。そういえば君のお師匠様は中央情報省の室長だったか。迂闊だったな。まさか直接確認されるなんて。この3ヶ月何をしていたんだ、ジョルジュノーム。あなたは。そうか、この顔に見覚えがあるのか。確かに何度か顔を合わせたことがあったかもしれないね。始末しなさい、ゲオルゲ。彼女は知りすぎてしまった。ジョルジュ、君は。ランクアップだな。褒美を渡すとしよう。ふむ、精進が足らんな。